近いぞ。すぐそこまで来てる。曲がらない。目の前でこんなショッキングなシーンを見せつけられるなんて。だけどやり方がひどくねえか。横からドカンとぶつけただろう。それはそうかもしれないけど、匠があんなにやすやすと院から刺されるなんて、それがそもそもただごとじゃない。何らかの理由で匠のやつ失速している。北関東最速と言われたコーナリングのスピードが、向かうところ敵なしだった超高速ドリフトがなくなっちまってるのかよ。それって絶望的じゃんか。そんなわけないじゃないですか。嘘でしょ。匠が分けるなんてあるわけないですよ。そんなこと絶対嫌ですよ。俺そんなの、あいつなら、匠なら絶対なんとかしてくれるっす。